こっち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 そんなそんなにぶたカフェ最高かも。やっていきます。意外とうまくないか。皆さんどうもこんにちは。企画というよりマジでなんだろう、ミニブタカフェに来ました。前からちょっとワンちゃん猫ちゃん以外のカフェみたいなところに興味があって、今回ミニブタカフェの方で許諾が取れたんでちょっとお邪魔しようかなと思っています。実はもう30分から予約開始なんでね、ちゃっちゃと行こうと思ってます。なんていうのこれ、ピクニックミニブタカフェのピクニックさんにお邪魔しようと思っています。ただ楽しむだけの配信です。一番今代々木公園で小さいベビーちゃんにも出ております。あ、ちょっと待って、ちっちゃい水持ってちょっとちっちゃすぎる。お邪魔するね。お待たせしましたがですね、こちらのクッションの上にですね、あぐらの姿勢か足を伸ばした姿勢でお座りください。ごめんね、こんな感じであぐらだしごめんね。もううちの子たちが生まれた時から一緒に人と生活しているので、人のことはもう家族だと思ってくれているので、この子たちがですね姉妹になっておりまして、まだ1ヶ月ちょっとの子たちです。今お兄さんのお膝に乗ってる少し眉毛がある子がマリアちゃんという子なんです。この子が真っ白の子がですね、アロマちゃんという子になってます。ここ今おしっこしちゃったので今片付けます。いや、いくらでもしておしっこね。ブタちゃんはもう、あ、いやダメね。もう人のことが大好きで構ってほしくてしょうがないので。そうなんだ、ベルトとか大好きだね。抱っこの仕方ってどうやってするの？抱っこが苦手な子が多く。そうなんですね。そうなんですよ。猫ちゃんとかワンちゃんってちっちゃい時にお母さんたちが首根っこを掴んで運ぶっていう習性があるんですけど、ブタちゃんってあれ生まれた瞬間から歩けてしまうので。そうなんだ。そうなんですよ。なのでもう足が離れる時って天敵に襲われた時っていう本能があるので。なるほどね。ワンちゃんとか猫ちゃんと比べると苦手な子が多くって。そうかそうか。あ、こんな感じで怖いね。お膝に乗ってくるのを待っていただくというような感じになっております。これ見てねえ、元気なんだね、そのちっちゃい時からね。おいでおいでおいで、ほらおいでおいでおいで、ここ乗ってくるんだ。そうなのそうなの、そっか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 。ねえ、ジーパン大好きだね。ねえ、ジーパン大好きだ。これ尻尾見て、この尻尾見て。何この尻尾。気をつけんだよ、気をつけんだよ、転ばないんだよ。あ、上に乗ってくるな。あ、頑張って頑張って。こんなに乗る、こんなに乗ってくるもん。ちょっと待って。待って、ミニブタカフェ最高かも。全然塩太陽じゃないんだが、は？え、天国なんここ。ね、ジーパン大好きだね。本当にブーブー言うんだな、歌って。何かのなんかきっかけがあってブーって言うんじゃないんだね。常にブーって言ってる。
今回は個室のコースが30分に、この後外をベビーカーでお散歩させてもらうので、ね、カメラって怖いとかないですよ、ね、ないです、ね、はい、こちらおやつでございまして、ありがとうございます、はい、手のひらにですね、はい、こちらなんつぶか乗せていただいて、はい、下にやっていただくと食べに、はい、もうおやつに分かるんだねもしちょっと噛まれてしまいそうで怖いという場合は投げてあげていただいて大丈夫です。まずお一つお渡しします。笑っていいですか、これこれ分かるんでしょ、もうほらおやつの時間だよ。違うよ、間違ってるよ。お姉さんがくれるんじゃないんだよ。違う。お兄さんが持ってるね、ほら。こっち。あ、わかった。こっちで。さあ。これで、これでね。いくよ。よーいと、ほら。あ、すぐ投げられた。ほら、お前何食べてんだ、食べてるんだぞ。あれ、カチルが餌来てるんだぞ。餌来てるのよ。落ち着いて、ハイになってるよ。これ食べろ。ハイになってる、ハイになってる、ダメだよ。落ち着いて、ヒフ。待ってよ。じゃあ一個ここ、はい、じゃあ置いちゃおうか。じゃあ投げてみようかな。ほら、ほらゆっくり、気づいた。こっち。こっち。ほら、次こっちや。ほら、あげる。それ俺の指だ。間違えたね。それ俺の指だね。よし。終わった。もう終わりそう。いい。食べれた。えらいに頑張ったね。ほら。ああ、元気だな。これ尻尾やばくね？豚って。尻尾やばくね？ほら、行け。アイディーか。アイディーな。そんな下のやつ取れなかった。そんな、いいじゃん。そこのやつも食べたかったね。今までのそういう動物カフェ系で一番いい、マジでこれだぜ。この人懐っこさだよ。もう捧げろそのズボンは。お前抗うな、もう抗うな。捧げろそれは。もうそうなってしまったらしょうがない。それに興味を持ったんだから。ほら、えんぐいなこれは。参考の準備させていただきます、ね、はい、お願いします。皆さんたちここにいていただいて大丈夫なんですけれども、はい、ちょっとあの準備で抱っこしたりとかするので、隣の部屋からちょっと泣き声を聞いてくれると思うんですけれども。全然わかりました。お待ちください。はい、お願いします。前に行ってよかったよ、豚ちゃんだっていうね。おめえらご飯たくさん食べてしてませんか。すごい鳴き声してるじゃない。またお靴を履き替えをお願いします。結構ニックくんというもうすぐ1歳の男の子になります。ニック
でかすぎるだろう。肉いくよ。はい。遊歩道沿いを歩いて行っていただくような感じになります。わかりました。肉いくよ。肉いくよ。あ、来た。ごめんなさいね。はい、またの。ニック君はもうお散歩歴長いんですか？ニックが最近お散歩ピックデビューした子に、はい、これまでは別の子が担当していたんですけれども、違うお店に異動になったので、そうなんだ、ニック君が今は担当しております。ニックが代々木公園店で一番イケメンの男の子に。そうなんだ似たもの同士だな俺もね、配信会での一番のイケメンだよ。ニック無視すんな。俺ボケたんじゃねえんだぞ、ニック。どうだ。だろう、そうだろう。俺も代々木あんま来ないんだけどさ、おしゃれなとこでいいとこだな。お前いいとこ住んでんな。ちょっとお腹減ったらお前な。ほら。大好きな人参の時間だよ。ほら食べなさい。これ、虹見えてる？おいしい、あー、おいしいな。よし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 。これいけ。あ、まだか、まだ食べてるな。ちょっと待ってくれって顔しないでよ。うん。見えんな。ほい、これ。あー、肉こっちほら。よし、一回行こう。なんかここ道行く人たち疑われてますね。でも囲まれちゃう時もあります。あ、そうなんだ、はい、私が豚ちゃん飼ってるんですけど、はい、もうお散歩行くと豚ちゃん実際に飼ってるんですね。はい。何が大変ですか？大変なことはあまり、ただやっぱり声は大きいですね。あ、確かに、そっか、はい、泣いてた時。お風呂とか入れるのじゃ大変じゃありません？お風呂は私の場合も一緒に入っちゃってます。え、どういうこと？抱っこして一緒に湯船入っちゃってそうなんだ。そうするとおとなしく入ってくれます。お気にそれだとおとなしくなるんですか？はい。ニックはさ、この世の中の匂いがどう かけてるんだ？ガチャワンちゃんより鼻がいい。そうですよね、この鼻の持ち主なんで。こんなここら辺歩いてたらさ、すげえ匂いしますよね。あの、美味しいお料理屋さんいっぱいあるので。そうなんです。さっき俺でもすごい感じるのにねお腹減っちゃったな、肉。肉楽しいな。うん、肉また行こうな。うん、疲れたな、肉な。肉、お疲れ様だよ。はい、到着です、肉。よく頑張ったね。暑かったね、ちょっとね。ほら、こいつ可愛いな、顔が。うちのキャサリンちゃんだけはイギリスの種類の子だって。キャサリン顔可愛いですね。ちょっとあの他の子たちとはお顔の雰囲気が違いますよね。ビクターくんがおまわりができます。お、来た。ビクター寝てるの？ビクター起きて、ビクター、ビクター起きて、ビクター、ごめんね、寝てる。ゆうた、起きた。おまわりだ。ほんとだ。ゆうた、もう一回おまわりできるかな。もう一回おまわりしようか。ゆうた、おまわり。
ウィグだウィグだ。キャサリンもしとるやん。キャサリンももうし。よいしょ。じゃあ肉じゃな。肉じゃな。バイバイ。はい、というわけでちょっと超絶趣味配信になってしまいました。前から行きたかった動物カフェ配信を やりたかったんで、今回は代々木のピクニックさんにお邪魔してミニブタと、触れ合わせていただきました。ありがとうございます。ただただ可愛いの配信でした。はい、そういう配信もあるでしょ。お疲れ様でした。さよなら。